まあマスター、どこにもいないと思えばこちらにいらっしゃいましたか。お時間はございますか。ある。それは上々にございます。信じられないとおっしゃられるでしょうが、この殺生院、何を隠そうあなた様を探していたのです。ええ、この私が朝から今まで魔性の目も使わず、自らの足と目だけでカルデア中を、おかげでこのような時間になってしまいましたが、それも過ぎたこと、心を荒げるのは後にいたしましょう。何しろ得がたい日ですから。私もまさかここまで心が弾むとは。探し人に思いを寄せるというのも楽しゅうございました。なんという心ない言葉。あなた様からの罵倒とはまた新鮮で。あ、いえ、そうではなく、今日はうららかな春のごとき心でいようと誓ったのです。もうどうか手心を、マスター、私を恥ずかしめないでくださいませ。こう見えて未だ修行の足りぬ身、何かの弾みで誓いを破ってしまうとも限りません。はい、バレンタインでございます。日頃の感謝とあなた様の自制心をたたえたく、ささやかながらお返しできればと。意外でしたか。こんな機会を見逃すほど私は鈍い女ではありません。ではどうぞこちらを。こうして私以外に振る舞うのは久しぶりですが。今回は心を入れ替えてはいませんが、一心にあなた様の姿を考えていたら、このように皆様の愛らしい品に比べれば他愛のないものですが、私にとってはこれが最も嬉しい甘味。あなた様好みのチョコレートを作り、わしの爪のようにその心をつかむこともできましょうが、今回はなぜか私の好みを知っていただければと思ったのです。お嫌でしたか。まあ私らしくないと。そのように言われると我が身の不徳を恥じるばかり。日頃の行いが返ってきた、そういうことなのでしょうね。ですが、ええ、そういうことでしたら、私もこの通り、忍んでいた本性をさらけ出すといたしましょう。ようこそ、私の天上楽殿。魔性菩薩、仰せによりまかり越してございます。少女の誓いというものは儚いもの。あれほど強く願ったものがちぎれて消えてしまうとは。ですが、それもあなた様の望まれたこと、私の落ち度ではありませんわね。ふう、私とあろうものがはしたない、あふれ出る感情を少しも抑えきれないなんて。ですが、こればかりはご容赦。だって、とても、とても美味しそうなのですから。まあ、そんな青い顔をして、かわいそうに。糖分不足の貧血かと存じます。どうぞ、
清少院印のおはぎをお食べください。ええ、私の分はお気になさらず、代わりがありますので。私、おはぎも大好きですの。それと同じくらい好物がございますの。それを今からたっぷりと楽しめるなんて、たまりませんわ。はい、それでは遠慮なく、最後の日取りをつつがなく、おはぎをつまむようにごちそうをいただくといたしましょう。どこまで逃げても私よ、世界の果てすら次なる魔境の賭場口でございます。さあ、もう一度果ての快楽に溺れましょう。天井下脱なさいませ。今その一歩踏み出して、扉を押し開けて大丈夫、その願いが近く